アルフレド・アセベス、アルフレド・アセベス、マルティネス、アルフレード・アセベス・マルティネス、1982年12月8日帯は、メキシコ・ソノラ州出身のプロ野球選手、投手。右投げ右打ち。2017年現在は、フリーエージェント。1月24日、トロント・ブルージェイズと契約し、ドミニカン・サマーリーグでプレーを始める。 しかし当時チームには外国人がセベスしかおらず、また近くの町に行くことすらままならなかったともあり、孤独感に苛まれるようになる。その結果、球団がもドミニカンサマーリーグでのプレーを命じた、際にはメキシコに泊まった。これを受けて、翌2002年4月24日にメキシカンリーグへと移籍。同リーグでは、頃から主に先発を務めるようになり、までプレーを続けた。 2月1日、ニューヨーク・ヤンキースと契約。ヤンキース入団後は、マイナーリーグからのスタートだったが、25試合に投げて8勝6敗、防御率2.62、ホイップ0.98と安定した働きを見せ、8月28日にヤンキースとメジャー契約を結び、8月31日のトロントブルージェイズ戦で、8回をもて3番手のピッチャーとして、 メジャー初登板を果たす。ヤンキースタジアムの5万3000人を超える大観衆が見守る中、6番のアダムリンドから始まる3人を連続で打ち取ると、9回表も三者凡退に退けた。この口頭が評価されて、4日後の9月4日には、1.1回で6安打5失点と打ち込まれた、先発のダレルラズナーの後を受けて2番手として登板。5回で97球を投げ、 ウィリー・アイバーのホームランによる一失点に抑えるなど、スタミナもあるということをアピールした。さらに、ラズナーに代わって、ローテーションに組み込まれることになり、9月9日のロサンゼルス・エンゼルス戦では、初の先発投手を務めて7回を89球で一失点に抑え、メジャー初白星を手にした。その後2回の先発でも、それぞれ6回2失点、6回無失点という内容で、 3試合連続の QS を記録。防御率は1.38という高さにまで達していたが、シーズン最後の登板となった9月26日のボストンレッドソックス戦では、それまでの5登板で9回あたり2.08個しか与えていなかった支給を4個与えてしまうなど請求が定まらず、加えてケビン・ユーキリスとジャコビー・エルズベリーの2人にはホームランを許し、 4回4失点と打ち込まれた。この4失点で防御率は2.402まで急落。それでもルーキーとしては9大点以上の数字を残した。もシーズンの大部分をメジャーで過ごす。前半戦で22試合に投げ、5勝1敗、防御率2.49をマーク。後半戦は防御率4.65とやや失速したが、 前半戦と同じく5勝を挙げ、シーズンでは43試合で10勝1敗、防御率3.54を記録した。この年は1試合を除いて、リリーフを務め、ヤンキースのルーキー投手で、リリーフとして2桁勝利を挙げた、史上3人目の投手となった。またプレーオフでも4試合で、マウンドに立った。は、自身初の開幕ロースター入りを果たし、5月8日、 までに10試合に登板するも、腰痛で故障者リスト入りした。マイナーではリハビリも兼ねて8月に復帰し、7試合に登板したが、メジャー昇格はならず、結局故障者リスト入り以降のシーズンすべてを棒に振ってしまった。さらにシーズン終了後に自転車の事故でラボ骨を骨折し、12月2日にはヤンキースに解雇される。2月8日に、 ボストンレッドソックスと一年契約を結んだ。3月31日にトリプル A 級、ポータケットレッドソックスへ移動し、トリプル A 級で開幕を迎えた。4月8日にメジャーへ昇格。昇格後は6試合に登板したが、4月21日にトリプル A 級へ降格。5月6日に最小を獲した。この年は55試合に登板し、10勝2敗にセーブ。 防御率2.61だった。は、怪我で前半戦欠場となったアンドリュー・ベイリーの代役で守護神を務めた。ベイリーが復帰してからは守護神を受け渡したが、当初はこれを復屈をして、球団と確執が起こり出場停止処分を受けた。この年は、自己最多の69試合に登板し、2勝10敗25セーブ、防御率5.36だった。2は、 第3回 WBC メキシコ代表に選ばれた。3月9日のカナダ戦では乱闘を起こし退場になった。シーズンは11試合の当番にとどまり、10月4日に FA となった。1月15日、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだが、3月28日に放出され、同日にフルス、ヤンキースとマイナー契約を結んだ。開幕をトリプル A 級。 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで迎え、3試合に登板し、防御率1.98と高騰。5月3日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。昇格後はリリーフとして10試合に登板したが、防御率6.52と結果を残せず、6月4日にリーフとなり、6月7日にトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリへ降格した。7月3日には、 薬物検査に陽性反応を示したため、50試合の出場停止処分を受けた。3月7日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、歴史館リーグのモンテレー・サルタンズに派遣される。オフに自由契約となる。4月5日にモンテレー・サルタンズと契約。7月11日に解雇となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。